SG 第63回ボートレースメモリアル優勝者表彰を行います。一節間通じましてこのボートレースメモリアルを牽引してくれましたシリーズリーダーとして最後まで走り抜きました。 SG 第63回ボートレースメモリアル覇者寺田翔選手の登場です。この勇姿が焼き付きます。自力で勝ち取った優勝、皆様改めて大きな大きな拍手をお願いいたします。優勝寺田翔選手です。たくさんの拍手そしておめでとうのコール本当にありがとうございます。それでは SG 第63回ボートレースメモリアル優勝者表彰を始めてまいります。まずはじめに総務大臣杯の授与です。贈呈は総務省自治財政局地方裁課長長谷川淳二様にお願いをしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。歴史と伝統があります、重みがあります、総務大臣杯です。どうぞお受け取りください。今その手にその肩に確かに渡りました。おめでとうございます。長谷川様ありがとうございました。ご講談いただきます。総務大臣杯を授与いただきました。ありがとうございました。まさにその重みはこのタイトルの歴史の重みでもあろうかと思います。続きまして賞金目録の授与です。贈呈は北九州市梅本和秀副市長です。よろしくお願いいたします。今回は前夜祭からいろいろとお話を賜りました。賞金目録が今寺田翔選手の手に渡りました。おめでとうございます。賞金ランキングがぐっと上がりました。賞金目録の授与でした。梅本副市長ありがとうございました。ご講談いただきます。賞を受け取っても凛々しい寺田翔選手、お話を伺います。 SG 第63回ボートレースメモリアル優勝寺田翔選手です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。足掛け20年、はい、うん、どうですかこの舞台に立って。いや最高ですね、はい、うん、この舞台に立つことを夢見て20年、はい、うん、その間苦しかったこともきっとあったろうと思います。はい、何を胸としてこの20年戦ってきたのか。うん、そうですね、もうまあ、一時期、不調になった時もあったんですけど、まあ、自分を貫くことで、はい、今のこの結果が出たんだと思います。人に頼らない、自分の力で戦う、はい、これですか。いや、人には頼ってます。おお、はい、頼ってる。いや、まあ、頼りますね、はい、そうですか、はい、じゃあ人のために戦う。はい、自分も含めて応援してくださっているファンの皆様のために、はい、頑張ってきました。そんな志を持っているのに派手さがないから全然分かんなくて、すいません
もっともっとアピールしてもらったらもっと伝わったのに。はい、実際レースより今の方が緊張してますじゃあレースを振り返ります。レースは1コースから行きました、はい、スタートタイミングはコンマ10です。はい、しっかり行けたと思います。もう落ち着いて上がることなく緊張することなく。そうですね、はい、自分なりにしっかりいけたと思います。はい、寺賞を倒せるのは俺しかいないと言ってたのが、はい、ホワイトシャーク白井英二選手。ちょっとわがままな厳しい逃げをしたんですけど、しっかり考察してたんで、はい、うまいなと思いましたやっぱりただじゃ、ね、勝たせてくれない、うん、ということは相当厳しい優勝戦であったという。いや、正直エンジンの仕上がり具合がかなり良かったので、うん、本当にもう自分がミスしなければ必ず優勝できると思ってリラックスしてレースに臨めました。その確信はシリーズのいつ頃得たんですか。中日ぐらいにはもう自分が失敗しなければ、はい、いいとこに行けるなっていう感覚はありました。そうですか、はい、それでも緊張しなかった、これはあなたが目指しているものが自分だけのための栄冠ではないということがきっとあったろうと思います。はい、その通りです、はい、本当ですか、うん、本当ですよね。はい、本当です、はいはい、本当にそうです、はい。デビューして20年、そしてスタート事故をしていない期間が14年半。これはフライングです、はい、そうですね、前のラインは気にしながらは走ってたんですけど、後ろ忘れてました、はい、出遅れしてしまったんで。あ、本当ですか。まさかそんなことが起こるとは思ってもなかったですね、はい。出遅れは、あったんですけれども、しかしこれだけ長い間一戦で戦い続けてきた、休まずに戦い続けてきた、価値あることだと思います。さあ、大きなタイトルをものにいたしました、はい、これからのあなたの目標を。正直これでやっとスタートラインに立てたような感じなので、今からもっともっと、しっかりと、練習して、もっと上手くなって、まだ上を目指していきたいと思います。どこに向かっていくスタートラインですか。もう何回もこのステージに立ちたいですね、はい、ということはその先に待っているもの、賞金ランキング22位から4位に上がりました。ありがとうございます。はい、もう年末も見えてきたんで、まだまだ残りのレースがあるので、はい、しっかりと消化していきたいと思います。住之江スキー、住之江 G1、 下関 G1、 そして平和島ボートレースダービー、斡旋も入っておりますけれどもね、これからの戦い大いに期待したいと思います。ファンの皆様に一言お願いします。はい、本当にやっと20年経ってスタートラインに立てた気持ちです。今から、もっともっとしっかりと上手になって、もっと上を目指していきたいと思いますので、ご声援のほどよろしくお願いします。今日はありがとうございました。おめでとうございます。寺賞おめでとう、ありがとう。寺賞選手を退場いたします。ありがとうございました。